ラツィオ・カムタ第一、ブンデス復帰へ。ボルシア・メンヘンブラッドバッハは来シーズンに向けてラツィオの MF カムタ第一の獲得に乗り出すのだろうか、クラブ専門メディアグラッドバッハライブが伝えている。グラッドバッハライブは信憑性が高いとするインサイドアントラハと FFM が X で、カマダがボルシア MG へ、最初の話し合いはすでに行われたと投稿したことを取り上げ、ボルシア MG が同選手をアタッカーのアラサヌプレアの代役として獲得する可能性を指摘、そのラツィオでの現状に触れ、出場であればボルシアでは役不足の選手を加えたいようだと表現し、才能豊かなカマダはグラッドバッハでは間違いなく主力選手になる可能性のあるプロ選手だと伝えた。なお最近メディアでは日本人選手のボルシア MG 行き報道が複数浮上、今夏にボンフムとの契約が満了となる FW 浅野拓磨やブンデスリーガニッフォルトナディッセルドルフの MF 田中を、鹿島アントラーズの MF 佐の回収の獲得を狙っていると報じられている。板倉おろしあり、他に日本人おるのも大きいな板倉、鎌田をフォローしてやってくれ。鎌田くんがかりの日本人がいるしを移籍、これ本当だったらブンデスだし日本人いるしでめちゃくちゃいい。鎌田の活躍が見られないなんて、そんなつまらない世界戦は早く終わってほしい。メングラ日本人好きすぎやろ。メングラ日本支部できそうなのはロタ、良い移籍先やと思うよ。ラツィオよりボルシア MG に行ってほしい。誰も今の展開は幸せにならない。さすがに出られないくらいならブンデスの中堅に戻る道を選ぶだろう。去年話が出たミランやバルサ、ソシエダなどはもうないのだろうな。これでラツィオ残留と買いにわからんわら。田中を狙っていたし、今回はボランチ補強するだろうから妥当なんだけど、クラスナーが就任したクリスタルパレスに行ってほしいな。鎌田、前はクリスタルパレスとかプレミアの中堅か他の5大リーグの強豪行ってくれ。残念だけどラツィオの冒険は失敗だったということだろう。今季は試合出場が少ないが、気持ちを切り替えて移籍するための準備期間と割り切った方が良いのかもしれない。やはりセリエ A と日本人の相性悪く見える。鎌田が極端に悪くなったと思えない。これはもう移籍しか選択しないでしょう。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。